皆さんどうも、はじめまして、サイトと申します。今回からですけども、ポケモン実況の方、主に、ランクバトルの方をやっていきたいと思います。でなんですけど、早速ちょっとやっていくんですけど、今ビギナー級の1で、バリバリ対戦回数1回しかやったことがないっていう、そんななんか全然やったことない状況ですけど、よろしくお願いしますと。じゃシングルバトルで、バトルチームの情報は相手に公開しない。ここはちょっとね、あんまり見せるわけにいかないというか、あんまり別に特に面白いこともないんですけど、ビギナー級の、そうだ、1回あれか勝ったから、ポイントを獲得してんのか。じゃ早速やっていくんですけども、僕ね、このチームしかないんで、これでいきますと。では、これで対戦よろしくお願いします。で、今回ですけども、僕、デンチュラっていうポケモンがめっちゃ好きなんで、ちょっとデンチュラを中心にした組み方というか、パーティーで組んでいて、でも割と、どちらかというと、サイクル戦の方が好きなんですけど、なんだろうな。この構築だと結構対面構築になりがちというか、基本的に最速で振ってる方があんまりいないんで、火力特化というか、大体 A か C に補正をかけて、で、S は純速みたいな。純速かもしか振ってないみたいな。俺、シンドロさん、ランク1、対戦よろしくお願いします。で、今回はちょっとちょっと相手が見えないのか、ここだと。ちょっと、あれしとくか。パーティーを保存しておくか。よいしょ。これはちょっと一旦取っといて。で、ロットム、サニーゴーン、バンギラス。そう、このパーティーね、バンギラスが重いから、確実にバンギラスが出てくるんだけど、そうだな。なんか、初手ロトムから入ってきそうな感じが、どうせ多分ロトムか、壁張りオーロンゲあたりだと思うんで、どうしようかな、壁張りオーロンゲ。バンギ、ちょっとバンギが重すぎるから、間違いなく、ドラパーから入ってもいいんだよな。ドラパーアルトから入るか。ちょっとあんまりオーロンゲに対しての、あれがないから、対抗策がないから、デンチュラから入って、で、ちょっとさすがにバンギ倒さないといけないんで、ギャラは入れて、相変わらずというか、丸役でが、一体お前は誰を見てるんだと言わんばかりの丸役でを入れてるんだけど、多分モスので、そうか、違うな、これ。オーロンゲで、あれか、壁張ってモスのでやるっていうパーティーか、多分そうだな。ってことは、ドリューズ、タスキとかかな、この構築だと。多分絶対かどうかわかんないけど、8割、9割型、壁張りオーロンゲが先発で出てくるはず、と思われる。おそらく。なのでというか、モスノが入ってきた、マジで。モスノが入ってくんの？デンチュラ単純に読んできて、デンチュラだったらあれか、詰めるから、最初から、がっつり超前とかで積んでいこうぜみたいな感じか。どうしようかな。これ、モスノ突破できるやつが、ギャラドスぐらいしかいないんだけど、とりあえず、ここネバネバネットから入りたいんですけど、モスの方が多分一番最初に待ってくるんで、回れてもあれか、一発耐えれるから、ネバネバネットから入っても大丈夫なのか。ネバネバネットから入ります。多分待ってくるんだよね、最初。デンチュラは、素早さ種族値が108。オーロラフィールはい何やってんの？ごめん、全然わかんないんだけど。なんでオーロラフィールやってたの？なんで？オーロラベールっていう技は、確かあられじゃないと使えない技なんですよね。両壁張れるみたいな。これ相手完全にプレミか、プレミなんだろうけど、ちょっと、意味がわからないが、デンジャーから入っていきます。で、おそらくここ待ってくると思うんで、回せるの自体はしょうがないかなと思います。前でとりあえず素早さ下げといて、これはちょっとバグなんで、あんま関係ないから。雷連打しようかなと思ったけど、どうせ回れるんだったらここバックでもいいな。ここ、受けれる技が多分、受けれる技っていうか、多分モスの方がギャラドスに対して
入る技がなんだろうな、フリドラとか覚えるのかな。フリドラとか覚えたら4倍になるけど、多分フリドラ覚えなかった気がするから、こうギャラドスから入ってっても大丈夫じゃないかなと思うんで、ギャラドスから入ります。まあ、デンチュラ温度する意味はあんまないけど、そもそもデンチュラがここで、とつったところで、多分氷の鱗粉だから、なんか硬すぎて、あんま意味ないというか、ダメージがそもそも入んないから意味なくねっていう。ちょっと待って。吸血ちょっと待って。何この方。何この方。やばい、わかん、わかんねえ、あんなもん。なんだよ、それ。ここはダイマックスで、大ジェットで。ちょっと意味がわからないんだけど。やべえ。なんだ。なんだこの対戦環境は。レベルが高すぎる。ついていけねえぜ。まあ、今作の要素であるダイマックスをうまい具合に使っていくんですけども、まあ、ダイマックスをすることで、まあ、HP が2倍ぐらいにあって、で、ダイジェットを、まあ、飛行技がダイジェットになるんで、これで素早さが上がっていくと。で、まあ、モスの物理耐久がもう神なんで、まあ、一撃で死ぬと。ちなみにこれ、そっか。なんか、下手だな。なんか、ダイチルでもよかったかもしれない。てか、これ、オロンゲ入ってないな、多分。ドリューズとか入ってるかもしれない。バンギは確実に入っ、ロットムか。ロットムかな。ドリュー入ってないけど、まあこっちドリュー入れてないからあれだけど、ロトムのこれ10万落ちんのかなと思ったけど、あでもロトムってタスキはないし、ギャラドス、あでもそっか冬だから、いやここトリック効かないし、仮にスカーフで10万、あスカーフ10万っぽいな、あどうしようかな、スカーフ10万だったら、あどうしようかな、これロトムがスカーフ10万だったら突破できないけど、そもそもスカーフで最速にしないし、ギャラドス抜いてんじゃないかな。ここダイストリームできます。あダイマックス切ってくる、なるほど。あだったらこれ普通にあれだな、10万撃たれたら死ぬな、ダイサンダーで普通に死んじゃうな。ダイマックス切ってくるってことはスカーフとかの心配はなくなったから、ただこっちは火力をガン振りしてるから、B があんまりないぞ、そもそもロトムって。まあ、HP 上げるけど、耐久が上がって。まあ、大速攻耐えるのか、ちょっとそれわかんねえな。あ、まあ、耐えるのか。まあ、ギリギリ耐えたって感じか。でもそれさ、いや、それさ、耐えなく、耐えたとてじゃない、耐えたとてだよね。いや、これ、バンギだったら、ラストがバンギだったら俺積むけど、普通に、いや積んではないのか、デンチュラまだあれが残ってるし、でここ先制技もないし、間違いなくスカーフがないんで、ロトムはあのデンチュラより遅いんですよ。でここまだドラパルト見せないでおきたいんで、ドラパルトはあのラストに、まあ多分ラストバンギだと思うんで、ドラゴンアローぶっぱしようかなってことで、まあ最初はデンチュラから入っていくと。でここは特になんか裏がなんか電気技無効化するやつがいなかったら、あまあ電気技無効化するやつ一応ドリューズがいんのか、あまあドリューズてかこの HP だったら別に雷なんか打つ必要ないし、虫のさざめきでいいから、まあ、どのみちドリューズばっか警戒して虫のさざめきできます。でこっちの方が早いんで間違いなく、あだよね、 OK ドリューズだわラスト。まあ、ここロトム残してもあんまり意味ないから、うん、最後ドラッパーで絶対勝てるから、ロトムタイミングは。ってことは、これドリューズでしょ、最後。OK。うまいぞ。で、ここ、そう。スカーフドリューズだとしても、ネバネバネットにここで引っかかるんで、もう相手、積んでますね、これ。ちょっと完璧な読みが、ちょっと冴えすぎて。で、ここ、普通にロトムも、ドラッパルとスカーフなんで、ドラゴン、火炎放射連打してればもう勝てるんで、もうここ電磁波捨てていきます。虫のさざめき連打でいいのかな、虫のさざめきを連打しておけばもうとりあえず勝てると。いやーまあなんかモスノの最初の動きがよくわからんかったけど、まあ別にそんなになんか脅威ではなかった。なんか超前最初から積まれてたらやばかったけど、なんか超前積まれることがなかったから、
まあ、別にいいかなって感じで。まあもうこれ相手多分まあ気づいてるだろうけど、相手これもう負け角だから、そう、あドリエーズもロットも先制技がないんですよ。でまあ仮に先制技だったとしても、あのドラパルトを一撃で落とせるような技が入ってないし、でロトムが炎属性の炎属性ってなんだ、炎タイプの技を無効化するってこともないんで、まあここは普通に解放者で終わりですね。はい、まあ解放者連打して終わりって感じで、特になんか見逃しとかないよな。大丈夫だよな。仮にあのスカーフだとしても、こっちの方が確実に変え抜いてる。オッケーオッケーオッケー。先制の爪とかでも持ってない限りは。え、買った、チョッキドリューズじゃん。マジか、チョッキドリューズか。あ、そっか、チョッキドリューズか。なるほどな、チョッキドリューズの可能性を考えてなかった。てか、え、でも入らなすぎじゃない。え、こっちシーブリ、え、嘘でしょ。え、シーブリか、そっか、あれか、チョッキドリューズだったらドラゴンアローの方が入ったのか。うわー、マジか、勝ち確逃してしまった、普通に。あー、ちょっとそっかー、なんかスカーフとかかと思ったけど、チョッキドリューズかー。ちょっとこれ反省だな、普通にチョッキドリューズの可能性考えてなかったわ。そうか、でも、あー、そっか、でも振り方考えたら、普通になんか解放者打つよりもドラゴンアロー打った方が、むしろさざめきで減ってたし、いやでもどうだろうな、なんかドラゴンアローでも無理だった気がする。まあ、解放者はあんだけしか入んなかったけど、そもそも。まあいいや。まあ、とりあえず次に行きます。はい、対戦相手が見つかりました。いやー、メイミさん、対戦よろしくお願いします。いや、さっきの試合マジで。いやー、まあ、いやー、まあでも途中まで良かったんだけどなー。てか、ドラパルトって、あれか、もうチョッキドリューズに対しては火炎放射打ってもあんだけしか入んないんだな。てか結構ディーブリーしてんのかな、あのドリューズって。俺もチョッキドリューズだけど、そんなに DR イメージな、ないんだけどな。なんか HP もさざめきで結構入ってしまう。いっか、とりあえず行きますか。で、サーナイトがいるな、珍しい。サーナイト、ロトム、キリキザンで、サザンドラ、マタドガスか。ちょっと待って、全然わからん。全然わかんないんだけど、トリトドンもいたよな。草技打てるやつ入れた方がいいから、あー、これあれだな、これ丸役での出番か。ちょっと待って、初手がわからん。初手がなんかロトムあたりで来そうな感じするから。てか、なんかこう立ち塞ぐな、なんか結構さ、いや、そうではないか。いや、なんかロトムで来られると嫌だから、いや、ロトムで来られたとって、あのドラパルト選出しないわけにいかないですね。このドラパルトがちょっと刺されに刺さってるんで、で、さすがに特殊入れるとトリトドンで積んでるけど、ギャラドスは間違いなく入れた方がいいし、ラストドリューズかな。マリアクではあの置くだけ。こいつはもうなんかマスコットみたいな、多分次回から多分いないだろう。おそらくマリアクレは次回にはパーティーの一覧にはもういなくなってるかもしれない。あー、てかマジでさっきの悔しいな、もう一生引きずるわ、さっきの試合で。初手触らないと、まあ、ここは、まあ、ここは出し負け卵ではあるけど、ただ出し負け卵であったとてなんですよね、ここ出し負け卵だけど、ただ別にここ直帰だし、直帰じゃない、あのこっちスカーフだし、ドラゴンアロー効果ないけど、まあ、ここはトンボから入って普通にドリューズバックで、うん、なんかフェアリー技かなんか受けに行けばいいかなって感じ。そんなになんか悲観することではない。まあ、トンボ持ってることも相手もさすがに、あー、なんかやっぱ結構入るな。まあ、トンボ持ってることもさすがに相手も分かってると思うんで、まあ、ここもちろんドリューズバックでいきます。で、ここでバックしてくるとしたら、あ、てかバックで金かい？ここ地震打っとけばさ、地震全員に当たるからさ、ここ地震でいくわ。まあ、特攻下がったところで別に問題ないし、ここ多分さすがに地震でも相手でもサーナイトは落とせると思うから、あれ、そう考えたらガンプでもいい気がするけど、
いや、ここは普通に全員に自信が刺さってるから、冬持ちしかいないから、空飛んでるやつか。まあ、ここは全員に入る自信で、いきます。まあ、バックサラとて、タイプ1のドリューズの自信が入るんで、でちなみに今のムーンホースのダメージ見て多分直帰って判断されてるんで、物流系で、あ、だよね。トリトドンあたりが来るかなと思ったけど。まあ、トリトドンだから、ここレイビー持ってる可能性もあるんで、後出し許さないんですよね。まあ、直帰だから、あーまあ、角取りいっちゃってもいいけど、ここは、まあギャラドスバックが安定かな。まあギャラドスバックだよな。ダイマックスしてもあんま関係ないし、ここは、なんか、あーなんか、なんか熱湯だったら耐えるんだよな。なんか熱湯打ってきそうな気がする。レービア、ここでレービア打てないよな。まあ熱湯、まあでも普通に熱湯か。これ地震耐えきれない可能性も考えて自己採用してくる可能性もあるから。で、草技打ちたいじゃんね。サナでも受けれないし、裏でも受けれないからギャラドスの草技をぶっ破したいんだよね。大草原で。で、だから、割ととりあえず取っときたいから、ここギャラドスバッター安定ですね。はい。打ってくるとしたら自己採か熱湯なんで、まあ熱湯で焼かれたらまあ焼かれたでしょうがないかなって感じで。まあそれ以外は、多分ギャラドス出して損はないと思う。ここでバックしてきたらマジで神だけど、まあ威嚇が発動したんでそれはないです。で、ネットで焼いてくる。だから 30% は引くか引かないかのここの勝負。 30% 引かないことを願うしかないんですよね。 OK で、ここはもちろんダイマックスしてパワービップ打ってきます。まあパワービップ持ってるのバレ、さすがに分かってるよな。パワービップ打たれたら終わるっていうのは多分相手もさすがに分かってるから。ただあ、でもスカーフの可能性考えたらギャラドスに抜けない可能性もあるのか。まあ、そう考えたらここ大ショットでいいな、普通に。だってこれ大草原でさ、持ってること分かるでしょ。突っ張ってこないよ。で、サナで受けれないから、サナ出したらどの道負けるから、相手が出してくるとしたら他のやつなんで、で、ラストサザンドラかなんかだなと思うんで、まあとりあえず大ジェット打っとけば間違いはないかなと思うんで、大ジェットから入っていくか。まあ大スチルもありだな。まあ大草原でもいいっちゃいいけど、まあ大スト、サザンドラ、これサザンドラ4か。これでもサザンドラ入ってるよな。まあ大事だったから行くか。多分サザンドラ3体目じゃないかなと思うけど。これ入れ替えがダイマックスのよりも、前あとどっちだこれ判定が。これでもさ、トリトドンでさ、突っ張ってくるのは正直バカだぞ。多分、落ちるでしょさっきの地震のダメージだったら。威力130のタイプ一丁技。落ちるぞ、ダイジェットだったら。無理だよね、これ。あ、浮き切るんだ。あ、マジか、浮き切るんだ。まあ、絶望ではあるけど、まあ、ここ水技打たなかったのはさすがに、偉い。あー、なるほどね。いやー、でもお前さ、ありえんくね？大騒ぎ打たれたらどうするつもりだったんそれ、マジで。ただここ相手にダイマックス枯らされちゃうんだよな。ただトリトドンさえ突破すれば割と後ろでなんとかなるそうな気がするから、ここはもう大草原打ちます。あ、大草原でいいよな。大草原打つわ。まあ大ジェット2発目打ってもいいけど、ここはもう突っ張るしかない。突っ張るしかないというか、なんかトリトドンさえ突破すればなんとかなるんじゃねえ感があるから、相手の裏が。てか最初から大草原打ってよって話したけど、いやだってさ、大草原持ってるってわかるでしょ。ここあくび打つってなかなかの猛者だぞマジで。まあでもバックできないってことなのかな、選択肢としては。もうギャラドスを眠らせるしか方法がないってことだから、まあラムなんて関係ないんですけど。まあラムなんて関係ないんですけど、どのうちロトムか、いやロトムないな。切り刻んかマダドガスのどっちかが。サザンドラ入ってないってことだよね、この構成。サザンドラだってギャラドスに対して結構強いからバックしてくるよね、普通に。サザンドラってギャラドスに、あ、でも10万、あ、でも無理か。どうなんだろうな。アクハで一方的に殺されるイメージあるけど、あ、やっぱラストあれだわ、ラストサザンドラじゃねえわこれ。多分ギャラ受けれねえやつだよな。ギャラ受けれねえってことはなんかほぼほぼ勝ったんじゃないのこれ。大スリで攻撃下がったけど、ぶっちゃけ大スチルで防御上げといて、で、なんか積みアタッカーも後ろになっそうだから、ここ突っ張って、大スチルで捨
勢を上げとくのがベストっぽいな。今 S も1段階上がってるから、まあ別に A 下がったところでって感じではある。あ、まあダイマックス切ってくる。なるほど。あー、これちょっと若干ダイオールが欲しくなる盤面ではある。まあただ、さっきのドリューズへのダメージを見る限り一発は耐えるから、直帰の効果で。そう考えたらこのサナイト突破も楽ですね。まあさすがにここでバックはないから、選択肢としてここギャラドスバックするのはないんですよね、普通に。まあ別に落ちたら落ちたでいいし、落ちなかったら落ちなかったでって感じで。でラストが切り刻みかマタノガスのどっちかなんで、まあマタノガスだったら若干、いや若干でもないか、いけるか普通にマタノガス。切り刻むような気がするけどね。あ、だよね、切り刻んだよな。でここ相手の勝ち筋剣前しかないんで、もう剣前読みで突っ張っていくしかない。大ジェットとか覚えないから、まあドラパルト上取ってるじゃん。でタスキだけ潰したいから、でダイスシルで防御も上がってるって考えたら、ここ突っ張らない意味もないし、たとえ不意打ちだとしても一発は耐えるし、相手の勝ち筋はそもそも剣前しかないから先のばりで OK。 はい、コウさんタイヤリー。いやこれ普通に2連勝いけたよな今回。いや今回2連勝いけたんですよね。いやでもまあなんか、直帰ドリューズ、なんか直帰ドリューズっていうことを考えなかった以外は、この2試合ってかなり自分の読み勝ちというか、なんか裏までしっかり見て考えれてるって感じがして、まあギャラドスもともとあくびとかそういうのの対策のためにラム飲み持たせてたし、うん、なんか最悪別にあそこをバックしても無理だったってことは、まあ結果論で別に大草原打たなくても問題なかったんで、まあまあ勝ち越しって感じかな。あー、まあ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 良かったでしょう今回。まあ、ということでね、まあ、とりあえず2戦やったんですけど、まあ、ビギナー編は、ビギナー編というか、まあ、初回はこんな感じにして、まあ、次回からまた本腰を入れて、まあ、ちょっとちょくちょく自分で一人でやりながら、まあ、新ポケモンとかも交えつつ、やっていきたいと思います。まあ、今回じゃないや、まあ、ここまでご視聴してくださった方々ありがとうございました。まあ、よければまた次回もご覧ください。それではありがとうございました。失礼いたします。